DNA って何ですか？ DNA は生命の設計図と呼ばれていて、私たちの遺伝情報を伝達するものになっています。この DNA 全体の 2% しか実は設計図として機能していないというふうに考えられていました。実は最近この 98% が遺伝情報の伝達にとても重要な役割を持っているんじゃないかというふうに考えられています。この私たちはこの 98% っていうのが遺伝情報を伝達するために自身の物性、硬さっていうものを利用しているんじゃないかというふうに考えています。 DNA をねじっていくとこのようにループが形成されます。このループ形成というものを見ることで、DNA は構造変化の仕方っていうのを見ていこうというふうに考えています。では実際にとても小さな DNA をどのようにしてねじっているかを見ていきましょう。まず DNA の先端に小さな3マイクロメートルの磁気ビーズをくっつけます。この磁気ビーズをこのヘルムホルツ型のコイルの中のコイルの中で回転磁場にかけることで、ビーズを回転させています。実際にこのビーズを回転させた時に得られる画像はこちらになっています。この画像を解析することで DNA がどのような構造変化を行っているかというのを見ることができます。今から高分子波の研究を紹介するよ。この装置は何ですか？光ピンセットです。2018年にノーベル物理学賞を取った技術を使って僕たちは高分子がたくさん入った液体の物理的な特性を調べています。今ここに映っている微粒子は光ピンセットで観測している3マイクロメートルです。それを光ピンセットの技術を使って溶かしていきます。いいのかもしれませんね。えいや3マイクロメートルの粒子が光ピンセットを使うことによって溶かすことができます。で、僕たちの実験ではその動きを解析するために0から10までの考え方を作るのでチリにボルボックス班の研究を説明するよ。これはボルボックスか。なんかモヤットボールに似てるね。では実験室にレッツゴー。では実際にどんな研究をしているか聞いてみます。どんな研究をしていますか？生き物には僕たち人間が単純な細胞が集まってできていたり、鳥や魚が群れを作ることで天敵から身を守っていたり、数を増やすことで新たな性質、機能を獲得している例が数多くあるんだ。群れ山県ではこの生き物ら多くに見られる現象に注目して多細胞生物のボルボックスについて調べているんだ。このボルボックスには光を感じるとその方向に進んでいくという性質があるんだけど、この性質が実は光を感じるセンサーと2本の弁毛っていう単純な構造の細胞が集まることで実現されているんだ。そしてこの光に向かっていくという性特徴を明らかにすることで生き物の数を増やして新たな性質を獲得するという現象のメカニズムを解明しようとしているんだ。次の研究を紹介するよ。どんな研究をしていますか？僕はボルボックスが光に向かって進む仕組みを顕微鏡で体細胞を見ることによって解明しようとしているんだ。この動画を見て。この動いている棒状のものが弁毛だよ。ボルボックス表面上にある無数のこの弁毛たちの一つ一つの動きが重なり合うことによってボルボックス一個体の動きを作り出しているんだ。これまで説明してきたのを踏まえて改めてボルボックスって聞くと生物って思うかもしれないけど、実は水中でのボルボックスの音はこのような式で表すことができるんだ。このように生命現象を物理現象と捉えることで
これまでにない新しい視点で生き物の性質を考えることが可能になるんだよ。